はい、おはようございます。田タ,タクボタです。今朝はね、軌道陸上兼用油圧ショベル PC78UUT-10 という重機を見てます。なかなかね、これは線路のね、保線用の重機なんでね、なかなかお目にかかることはないんで、カタログ上で お目にかかっていますゲージの変更も可能でね標準機と狂気鉄道どちらも幅が変えられるまあ当たり前といえば当たり前なんでしょうけどいろいろね工夫がされてます面白いですでブームの上にはね、えー、河線との接触を防止するためにね外紙がつけられてるんですねなるほどこれで 短絡ねねショートを防ぐわけです、ね、足回りにも、短絡防止、絶縁プレートっていうのがついて、やっぱりこれも、左右のレールがショート、短絡することを防止するようになってるんですね。非常に手の込んだ重機になってます。すごいな。こんなね、重機も、ちょっと運転してみたいな。 あの普通に何て,て言うんでしょう電車じゃなくてこれもどっかのねなんかこうイベントでね乗れたらいいななんて思いますよね蒸気機関車じゃなくてもこういう軌道用の線路用のね油圧ショベルに乗れたらどんなに楽しいことでしょうアタッチメントもねスーパータイタン スーパータイタンっていうのかなタイタンパ。スーパータイタンパ。油圧モーターでね、こう、レールを両側からこう、なんていうんですか、突き固め枕木の間を通してね、やるようなアタッチメント。これも、一体、いくらするんでしょうか恐ろしいほどの価格がするんでしょうね。うーん。面白いですね。こうやって見ていくと、本当に面白いです。 こんなのいつからあるんだろうどん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 進化してただね鉄道も新型コロナであんまり使われなくなっちゃってるからねこういう経費もどん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 削減されてっちゃうんでしょうけどね「特定特殊自動車排ガス2014年基準だ」 まあこれでいろんな線路を補線しているところがあるんですかねちょっと見てみたい気がしますそんなわけで本日のおっさんでした